特命全権大使、特命全権大使、特命全権大使は外交施設団の長で最上級の階級である。設受国の元首に対して派遣され、外交交渉、全権代表としての条約の調印、署名、滞在する、自国民の保護などの任務を行う。国際連合などの国際機関の政府代表部に対しても派遣される。ヨーロッパにおける外交は、 貴族の手によりなされていたので、近代官僚制。つまり、一般の家柄の者が外交に関わる時代になっても、長くその風習は残り、大使を筆頭とする外交官には、貴族的な高い教養が求められた。そのため、もあった。現代でもプロトコールに、外交儀礼の伝統が止められており、フランス語が多用されている。かつては、大使のほか駐在施設、 レジデント、派遣施設、アンボイ、特命派遣施設、エクストラオーディナリーアンボイ、講師、ミニスター、駐在講師、ミニスターレジデント、全権講師、プリーナッポテンシャリミニスター、特命全権講師、ミネスイターエクストラオーディナリープリーナッポテンシャリ、などの階級が乱立し、席次に関する紛争が起こった。1815年のーン会議で採択された。 外交施設の階級に関する規則では、大使、アンバサドール、ノンス、公使、エンベイ、マニーストラ、インターノンス、代理公使、チャージ D アフェアーズ、外交施設団の長の代理者である、臨時代理大使、チャージ D、アフェアーズアドインターイムとは異なる、の3階級とされ、1818 18年に、便利公使、ミニスター、レジデントの階級が認められた。 一般的には略して大使、または全権大使と呼ばれるか、在大使、国に派遣されている大使、在大使、国に派遣されている国の大使と呼ばれる。あるいは、中大使、国に派遣されている大使、中大使、国に派遣されている国の大使と呼ばれる。また、少々個語ではあるが、日本国外務省では、中札、中札の語を今でも用いており、 任命の事例等には、中札特命全権大使と記される。中札とは、公務員が命により派遣されて駐在することの意で、あり、自ら名乗る場合、国中札国特命全権大使、生命と名乗ることがある。同様に、格式アルバでは、例えば、日本国中札フランス共和国特命全権大使、ローランピック閣下、と呼ばれる。公文書上の一人称は、 本詞に認証は騎士である。英文で一認証は通常通り、愛に認証は U であるが、公式訳文ではそれぞれ本詞、騎士と訳している。特命全権大使については、派遣国は派遣する者について、説事国からアグレマン、合意を得なければならない外交関係に関するウィーン条約四条一項。特命全権大使は、説事国の原種。 シェフ D8 に対し、派遣国の元首、日本国の場合は、天皇が派遣する。その際に派遣国の元首から新任状が託され、大使が設受国の元首に直接提出する儀式を、新任状方程式という。大使の席次は、新任状の方程式の実施の時が、大使の任務開始とされる、外交関係に関するウィーン条約第十三条ため、 信任情報定式の順により定められる外交関係に関するウィーン条約第16条第1項及び第2項。接受国に駐在する外交施設の長としての大使の中で最も在任期間の長い大使は外交施設団長と呼ばれ、駐在国における各種外交行事の際はすべての外交団の代表として振る舞うことになる。 もっとも、いくつかの国においては、外交関係に関するウィーン条約第16条第3項により、教皇の代表者の席次に関する修律として、教皇大使を、その在任期間の長短にかかわらず、外交施設団長としている。日本の特命全権大使は原則として、大使館、または政府代表部の在外交官の長、在外交官長であるが、 国連政府代表部など複数名の特命全権大使を要する在外交換がある。その場合は上位者が官長に自席が自席官員となる。新しい認知が決まるまで国内勤務の大使は対名大使と呼ばれ臨時本省事務従事という特殊な業務につく者もいる担当大使。特命全権大使は特別職の国家公務員かつ外務公務員であり、 その任命は外務大臣の申し出により内閣が行い天皇がこれを認証する認証官。また特命全権大使の新任状及び解任状は天皇がこれを認証する。現在の日本では慣例的に外務省職員、特にキャリア官僚からの任命が多くを占めているが他省庁の職員が退官後に各国の大使に任命される例も多い。 外務省職員にとって、大使ポストは出世のキャリアに組み込まれているが、とりわけ外務省においては、事務次官を務めた後、主要国首脳会議参加国や、近隣の大国の大使に転出する慣例が続いてき。この点において、事務次官が最高ポストである多少長と一線を画し、時間以上のポストが多数存在するという一種の逆ピラミッド状態が最上部に出現している。他方、 相対的に日本との関係で重要性が低いと見られる国の大使にはしばしば本省の課長総統職すら経験していない人物が赴任するケースがあったため外務省改革の一環としてその運用が見直されたその外務省改革では主要国以外の大使のポストに民間の人材が多く登用された下記に例を挙げる他に戦後 外務障害から大使に登用された例としては、下記の通りである。以下は、日本の特命全権大使の一覧である。ローマ教皇の派遣する大使、ディープローマシー・ディーユー・セインツ・シージには、かつては二階級あり、司教や大司教がなる、教皇大使、ノンス・ポースタリックと数奇教がなる教皇特派大使、レガター・アポーストリックがあった。現在は、教皇大使のみである。 また、公使に相当する教皇大使代理、インターノンスプロノンスがある。教皇大使は、主権国家であるバチカン市国との外交関係と、ローマ教皇庁との外交関係に基づいて、大使の派遣及び接除の関係があるとされる。1969年6月23日の教皇当初では、教皇大使及び教皇大使代理に関してのみ規定されており、 教皇特派大使は規定上も廃止されている。教会法では、教皇の大使といえども、一般の司教が持つ権限のみで、中在国における、私牧上の権限は持たず、中在国の司教協議会、コンフレンスデイベックスカートリック日本では、カトリック中協議会が当外国の私牧について、決定すると定めている。1961年の外交関係に関する、 ウィーン条約では同様にローマ法王の大使及びローマ法王の公使とのみ規定している。イギリス連邦の所属国同士は大使を交換せず、高等弁務官、ハイ・コミッショナーと呼ばれる外交使節団の長を交換する。また、大使館についてもと呼ばれる。アメリカ合衆国では大使は政治人用ポストであり、 合衆国憲法第2章第2条に基づき連邦議会上院による承認を得て大統領が任命する。政治家や時には与党の有力支持者である実業家、学者などが任命される、国務省の官僚が任命される場合ももちろん存在する。湾岸戦争時の中日大使、マイケル・アマコストなど、また著名な人物が任命されることがあり、 元ハリウッド女優のシャーリー・テンプル・ブラック、ガーナ大使、チェコスロバキア大使、ミッドウェー海戦をはじめ太平洋戦争で活躍した、海軍大、レーモンド・スプルーアンス、フィリピン大使、ジョン・カイ・ケネディ大統領の長女であるキャロライン・ケネディ、日本大使が代表例である。チャールズ・チャップリンも、第二次世界大戦中の一時期、中蘇大使に任命かという噂が流れたことがあった。 昭和17年8月6日付朝日新聞入館。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。